3、みなこ当番。最初の当番は、ユージとテルエだった。朝、みなこは席を変わった。ユージとテルエに挟まれるようにして座った。純一が、バイバイと手を振ると、みなこは同じように、笑って手を振っていたのに、1時間目の授業が始まると、じき、席を立って、純一のところに来た。みなこちゃん、あんた、もう僕のところへ来たらいかんのやで。純一は、みなこの手を引いて、ユージのところへ連れて行った。ちゃんと、みなこちゃんを見たらな、あかんで。と、ユージに言っている。小谷先生はニコニコして、黙ってそれを見ていた。一度子供に任したら、できるだけ口を出すまいと、心に決めている風だった。一時間目の途中、純一のところへ行くのを諦めた美奈子は、ふらっと外へ出た。それっとばかり、ユージとテルエは、美奈子について出る。勉強の好きでないユージは、どうやらその機会を待っていたような節がある。小谷先生は、くすっと笑った。みなこちゃん、町長や。ユージはがぜん張り切って、町長の飛んでいる真似をする。みなこはケラケラ笑って、町長になった。三匹の町長は、運動場に出た。みなこ町はかける。ユージ町とテルエ町は、追いかけるのに懸命で、鼻の頭に汗をかいている。何しとるんや、あいつら。体育をしていた6年生は、機嫌な表情で、みなこたちを見ている。存分に広い場所を駆け回った3人は、滑り台で遊ぶことにした。みなこは、高いところに上がるのが好きだ。みなこは、手足が丈夫でない。高いところに登ったら、必ず一緒に上がって、どこかを捕まえておくように、小谷先生からくれぐれも注意されている。ユージもテルエも一緒に滑り台に登った。この頃の小学校では、滑り台なんて遊具にはあまり人気がない。1年生が初めにちょっと使うだけで、あとは赤く錆びつかせたまま放ってある。そんなところを、みなこは一気に滑る。慌てて、ユージもテルエも滑った。お尻、真っ赤っかや。テルエは、情けなさそうな顔をしていった。ほんまや、と、ユージが言う。みなこは笑う。また、登る。追いかける二人。みなこは滑る。二人も滑る。みなこちゃん、お尻、真っ赤っかになるで。滑り台やめて、鉄棒しよ。ね、みなこちゃん。テルエは、一生懸命、みなこに言い聞かせている。みなこちゃんは賢いね。お利口さんでしょ。あっちへ行きましょ。みなこの頭を撫でて、テルエは、ごまかすのに一生懸命だ。なんで、同じことばかりするんやろ。ユージも往生している。パッとテルエの手を振り払って、みなこは走る。また滑り台に登った。パンツ破れるやん。テルエは泣きそうな声を出した。2時間目が終わる頃、ユージは泣いているテルエと笑っている美奈子を引きずって教室に帰ってきた。三人のお尻を見て子供たちは笑い転げた。ぱっくり大きな穴が開いている。もちろんパンツはドロドロだ。美奈子当番の一日目は大変だった。役目を終えた二人はみんなから拍手を受けた。
美奈子を迎えに来たおばあさんに礼を言われて、二人は顔をくしゃくしゃにさせた。ユージもテルエも今夜はぐっすり眠ることだろう。当番が回ってこなくても、この仕事の大変さは子供たちによくわかっているようだった。当番の2、3日前になると、すでに当番の終わった者のところへ行って、いろいろ美奈子のことを尋ねている。純一はさしずめ美奈子の専門家だ。誰が聞きに来ても純一は丁寧に教えてやっている。小谷先生は当番の始まった日から学級通信の発行を始めた。美奈子当番の様子を中心に、その日のクラスの出来事を家庭に知らせるのだった。小谷先生は通信の始めに、この間の純一の言葉を大きな字で印刷した。僕、美奈子ちゃんがノート破ったけど、怒らんかってん。本を破っても怒らんかってん。筆箱や消しゴム取られたけど怒らんかってん。怒らんと電車ごっこして遊んだってん。怒らんかったら美奈子ちゃんが好きになったで。美奈子ちゃんが好きになったら迷惑かけられても可愛いだけ。5日目にちょっとした事件があった。清と美智子が当番の時で、2時間目に美奈子の後を追って運動場に出た。しばらく一緒に遊んでいたが、おしっこジャーが始まって、清と美智子は急いで美奈子を便所に連れて行こうとした。走りかけたが、美奈子はその場で漏らしてしまった。やったで、と清はのんびりと言った。先生にパンツもらってきて。勝ち気な美智子は自分で始末するつもりらしい。清が報告に来たので、小谷先生は急いで現場に行った。あらあら。小谷先生は美奈子の濡れたパンツを脱がそうとした。先生、私ら美奈子ちゃんの当番やから私らでする。美智子はピーンとした声で言った。小谷先生はハッとして思わず、ごめん美智子ちゃん、と言った。それじゃあお願いするわね。先生、教室に帰るわ。行って。まだ美智子はツンツンしている。その後、事件が起こった。パンツを脱がされた美奈子は気持ちが良くなったのか、すぐそばにあった飼育池に入っていこうとした。藻が繁殖していて一帯がぬらぬらしていた。片足が入るやいなや美奈子はひっくり返って、あっという間に頭から水の中に落ちた。それを見て美智子はずかずかと池に入っていった。美奈子を助けようとして手を差し出した。美奈子の手が美智子の手に触れた。その瞬間、美智子も水の中へ倒れた。それから二人は溺れたトンボになった。清がわーわー騒いだ。体育をしていた佐山先生が慌てて駆けつけて二人を助けた。佐山先生も一度池で尻餅をついたくらいだから、よほどよく滑る池だったのだろう。小谷先生は大目玉を食った。特に教頭先生からは強く叱られた。小谷先生はひたすら謝るだけで、一言も弁解をしなかった。下手に弁解をして当番の禁止を申し渡されたら困るからだ。
みなこ当番を始めようとしたとき、こういうことがあるだろうということを、小谷先生はあらかじめ覚悟していた。小谷先生は、学校の隅々まで歩いて、この場所では、こういう事故が起こりそうだと、いちいち点検していた。屋上とか、ゴミを焼く炉の上とか、重大な危険が起こりそうなところは、美奈子を連れて行かないこと。美奈子が行きかけたら、力ずくでも止めることなどを子供たちに話してあった。話すだけでなしに、実際に子供たちを連れて歩いて、一つ一つ、ここではこうする、ああすると教えてあった。それでも小さな事故は起こるだろう。しかし、それを恐れていたら何もできないと小谷先生は思った。子供は怪我をさせないようにして、森をしているだけでいいと公言してはばからない教師がいたが、小谷先生はそんな人を軽蔑している。それにしても、だいぶ叱られちゃったな、と思いながら、小谷先生は校長室を出た。どうしたの?と折橋先生に言われて、ポロッと涙がこぼれた。足立先生がポンと肩をたたいた。くよくよするなと小谷先生は自分に言い聞かせた。明日の当番は鉄蔵ちゃんだ。鉄蔵ちゃんうまくやるかなと小谷先生は思った。鉄蔵と組になった女の子は弥生といって目立たない子だった。美智子のように気性の強い子と組んでくれていたら安心して見ていられるのだが、鉄蔵と弥生ではちょっと心細い。鉄蔵ちゃん頑張ってねと小谷先生は祈るような気持ちだった。次の日、鉄蔵は普段と変わらない顔をして学校に来た。弥生は朝から心配そうな様子だ。1時間目、美奈子は数え棒やおはじきを出して割合おとなしく遊んでいた。鉄蔵は知らん顔をしている。小谷先生は心配だ。鉄蔵の顔を見ていると、人のことなど知らんと言っているような気がしてしまうのだ。2時間目、美奈子は外へ行きたそうな素振りを見せた。すると、鉄蔵の方が先に立った。鉄蔵は歩き始めた。美奈子はバタバタと後をつけた。弥生も慌てて走った。小谷先生は窓からちらちら鉄蔵たちを見ていた。鉄蔵は先に歩く。美奈子と弥生が後をつけている。こんな格好は今日が初めてだ。いつも美奈子の後を当番の者が追いかけているのだ。これは面白いぞと小谷先生は思った。鉄蔵たちは校門のそばの桜の木のところまで来た。上を向いて桜の葉を見ている。三人とも口をあんぐり開けて上を向いているが、美奈子と弥生は鉄蔵の真似をしているだけである。しばらくして鉄蔵は桜の木をゆすった。バラバラっと何か落ちてきた。鉄蔵はそれを丁寧に拾い集めた。美奈子と弥生が覗き込んでいる。4センチくらいの毛虫なのだ。弥生は気味悪そうだが、美奈子はそれを手でつついて、キャッキャッと喜んでいる。毛虫を持って砂場まで来た。穴を掘ってひとまず毛虫をそこに入れた。鉄蔵は砂地を平らにならした。その上に毛虫をパラパラとゴマでも振るように置いた。そして急いで
3センチくらいの厚さに砂をかけた。3人はお尻を立てて覗き込んでいる。30秒ほどすると、あっちからもこっちからもニョロニョロ毛虫は首を出した。なんとも奇妙な眺めだ。美奈子は毛虫を見て笑い、鉄蔵の顔を覗き込んで笑っている。よほど気に入ったのだろう。2、3回同じことを繰り返すと、今度は美奈子が自分でやり始めた。誰がやっても毛虫は顔を出す。美奈子は前よりも一層大声で笑った。美奈子はすっかりご機嫌だ。教室から見ているだけでは気になるのか、時々小谷先生は鉄蔵たちの様子を見に来た。そして安心して教室へ帰っていった。鉄蔵は美奈子を遊んでやっている風でもない。自分勝手に好きなことをやっているのだが、美奈子は喜んでいる。小谷先生は感心した。今までの当番はどっちかというと美奈子に振り回されていたようなところがある。美奈子がブランコをすればブランコ、タイヤ跳びをすればタイヤ跳び、もっともそうしなければ美奈子はそっぽを向いてしまうのだから仕方ないわけでもある。鉄蔵は違う。鉄蔵は少しも美奈子の機嫌を取らない。3時間目、鉄蔵たちは小谷先生の目の届かないところに行ってしまった。小谷先生は心配になって探しに行った。西校舎の裏側に3人はいた。美奈子の甲高い笑い声が響いていたので、美奈子ちゃんご機嫌なんだなと小谷先生は思った。3人とも何か作っていた。近くに寄ってみると、奇妙な形の粘土細工のようなものが置いてあった。工事の時に使ってそのまま置き忘れていた赤土を水でこねて作ったらしい。鉄蔵のは真ん中がカタツムリの殻のようで、ちゃんと渦巻きの筋がついている。それが中心で、そこから太い線香のような足が10本ほど四方に伸びている。細い木の枝を爪楊枝のように折って、その作品に突き刺してあった。抽象彫刻のような面白さがあった。美奈子は団子のような玉を無造作に積み上げて、やっぱり木の枝を刺してある。簡単なだけにかえって力強いものを感じさせた。弥生は二人を手伝ったらしく、自分の作品はなかった。すごいものを作るわね。ピカソのおじさんが見たら泣いて喜ぶわよ。小谷先生は自分が学校の教師であることが恥ずかしかった。4時間目、大変なことが起こった。3人は粘土遊びをやめて、西校舎から運動場を横切って自分たちの教室へ帰るところだったようだ。運動場では山内という学年主任の先生と太田先生のクラスが簡易サッカーをやっていた。どちらも5年生だった。子供の蹴ったボールを美奈子は笑いながら追いかけてラインの中に入った。ピーッと笛が鳴って、審判をしていた山内先生はこらと叫んだ。それでもまだ美奈子は笑ってボールを追っていたので、山内先生は美奈子の首筋をつかんでラインの外へ引きずり出そうとした。その時だ。鉄蔵に飛びかかられた山内先生は右の腕に鋭い痛みを感じた。おうと叫んで振り離そうとしたが、しがみついて離れないので
鉄蔵の顔を2、3発殴った。太田先生が飛んできて、やっとの思いで鉄蔵を引き離したが、一部始終を見ていた太田先生は、鉄蔵を引き離すとき、思わず、あんたが悪い、と言ってしまったのだ。何？と、山内先生が返して、それで猛烈な口論になった。太田先生は、小谷先生と同じで、今年、教師になったばかりの若さだから、一度火がついたら、なかなか収まらない。子供の前だったので、さすがに気が引けたか、二人は職員室まで帰ってきたが、そこからがすごい喧嘩になってしまった。山内先生は目が血走っているし、太田先生は真っ青な顔をしている。昼休みのベルが鳴って、先生たちもたくさん職員室に降りてきた。礼儀知らず、やめてしまえ！と山内先生は怒鳴った。やめてしまえとはどういうことだ。やめてほしいのはあんたの方だ。戦場に子供を送り込んでおいて、ぬけぬけと教師をしているなと太田先生はやり返した。山内先生の世代は、それを言われると一番気にする。山内先生は思わず太田先生の胸ぐらをつかんだ。止めて！女の先生は悲鳴を上げた。止めるな止めるな。こんな時に太田君に言わせろ言わせろ。足立先生が太田先生の味方をしたので、今度は教頭先生が怒鳴り出した。足立先生も怒鳴り返した。とうとう二組の喧嘩が始まった。事情を聞いて飛んできた小谷先生は、あまりのことに泣き出してしまったのだった。足立、負けるな。太田、やれ。いつの間にか、功や純ら、処理所の子供たちが窓から首を突き出して、足立先生たちを応援している。